はい、皆さんこんばんは、リモーネ先生です。というわけで今回はミッドナイトスナックプレイしていきたいと思います。このゲームの説明なんですが、あなたは12歳の女の子で、お母さんに家に一人で残されていましたが、その後奇妙なことが起こり始めましたということで、奇妙なことっていうのはね、一体何なのか探っていきたいと思います。それではレッツスナック。めっちゃお腹減った。くそー、お腹減った。夜深夜に、食べちゃおうみたいな。ぬー、テレビつけっぱなし？しちゃった。いいか。おみこは、Hey, sweetie, where are you coming to visit me again? 答えを返さないなんて、なんかあったの？みたいな。悪い子ね、みたいな。まあ、留守にしてる間ね、ちょっと、っていうことでしょうね。なんで連絡してくんないのよ、みたいなね。まあ、とりあえずお菓子取り行くか。ミッドナイトスナック取りに行くか、スナックを。え？なんだ？オルゴール、オルゴール TV エブリデイじゃん。わあ。いやいやいや、人のこの、こんな、しょうもねえ戦い。すげえテクがあるわけでもない。なんだこいつ。やば。顔面ぐにゃぐにゃおじさんの、顔面ぐにゃぐにゃおじさん TV。消しとくか。うるせえし。あ、ここいけない。ミッドナイト、なんかいねえか。ちょっと、なんか懐中電灯みたいなないの？ないわ。え、電気は？いや、なんかいたよな、ここに。冷蔵庫。お菓子。あ、チキン。キョ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 。なんかまずそうな。まずそうな肉だな。これ肉か、これ本当に。I'll eat here. Don't wanna mess up my room. あ、ここで食べ、あ、ここで食べてくってことね。はいはい。食べるか。あ、にょんにょん。にゃむ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 。ニャム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 。うん、なかなかうまかったな。OK、クリスさん。なんかお腹いっぱいになったってことかな。タンクが満タンになったみたいな。燃料満タンだぜみたいなこと言ってたのかな。え？ Right on。ライト消していく？え、なんかライト消したらいいんだけど。何よあれ。階段登るの多すぎる。何なんさっきかこの音。ちょっと階段。何が来てんの？なんか首のなんか、首のなさそうなやつ。やばい。わあ、うわあ。シスター。え、ちょっともう一回やってみよう。ここだ。よし。次は全速力で逃げます。そう、外なのか。今度は振り向かずに行きます。いやだ。
あ、ドアだ、ドアだ、ドア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 。え？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 そんなん、え？ヒントありました？え？ What？ What？ うわぁ！あの、あ、鍵のヒントあったんかな。そんな鍵のヒント、どっかに隠された。あ、Hi honey, I had to go out and I know you always wake up at night to eat。 あー、なるほどね。あなたはが夜中起きるのを分かっとるよみたいな。I've left food for you on the fridge. Oh, I didn't forget your smartphone problem. Soon we'll fix it for you, right? あ、the Wi-Fi. パスワード出た。パスワード is 634 63なんとか4。なんとか4。63なんとか4。63なんとか4ね。とりあえず63まで高速で入れてやるしかないよね。6304、6304。6304。はい、だいだいだいだが連打しまくったら、いたわー、レッツゴー、ビーチ。Oh, it was just a bad dream with my father.父さんの夢？はい、そんなわけでミッドナイトスナックプレイしてみました。ああいった何かに追いかけられる夢のようなものは、何に追いかけられてるかにもよるんですけれども、身近な人だとその人との関係性に疑問や違和感を覚えているなどの意味があるみたいです。皆さんも何かに追いかけられた際にはチキンを食べてみてください。え？ありがとうございました。